はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて、私のね、壮行会イベントからの動画も本日で、最後ということになるんですけども、今日のね、テーマはクイヒーホグになります。まあ王道の全開戦術なんですが、まあ、非常にね、まだまだ強くて現役の、そんな戦術お伝えしたい点はまあ何点かあってね、ちょっとこれから喋りながら、詳しくやっていくんですけども、動画としては2つのね、リプレイ動画をこう見ていただきながらね、伝えていきたいというふうに思います。まず1本目はこれですね。アヒカルさんのアタック見てもらいたいと思うんですけども、このアタックにおいてはクイーンをですね、ここの隙間にこう流していくんですね。流していって、でここに流していきながら施設を削って、こうホグライダーパートっていうのをこうね展開していく、まあ、こんなような、大きいのはね、話をしていくとプランになってます。で、早速ね、クイーンは、このまま、小道の方にね、こう歩いていってます。ダメージの計算をちゃんとしているっていうのがね、まずこれ1点目。この素晴らしいところで、クイーンがね、援軍と勝ち合ったりするタイミングで過剰にダメージが入っちゃうと、あっという間にもうやられちゃいますんで、そこ要注意ですね。で、さらに、ポイズの呪文。援軍と当たるすぐ直後に使ってませんよね。少し間を置いてます。なんでかっていうと、弾けたラバパティを処理するために、これポイズンを使うんですね。よくね、ラバプラスベビドラのコンビが出てきますけど、ベビドラって怖いのは、短期で出てきてレイジ状態になった場合、あれが怖いんですね。ラバと一緒にいる時点でもそんな怖くないので、焦って、ベビドラを倒そうと思ってね、ポイズンを使うよりも、後から出てきたパティの方がよっぽど怖いんで、こいつに、ポイズンをかけていくべきですね。で、ここでクロークを解放して、ギガテスラを壊しながら、ホグライダーに関してはどんどん、束にして中央に進めていきますね。ボマーでしっかりね、ここら辺のカットをしているっていうところも、見逃せませんね。ホグライダーの進路っていうのもかなり限定しています。で、ヒールの呪文も束になっているので、もう的確に使っていってますね。で、そのまんま、あとは、数多めに残ったホグライダーが、最終ここのアーチャータワーまで、数の力で一気に押し切っていくという感じですね。これは非常にお見事なアタックでございました。で、大きくね、この、クイヒーホグにおいて、考えなきゃいけないことというのは3つです。1つ目っていうのは、なんですか、ちょっと書いてみましょうかね。一つ目っていうのは、ホグのルート。ホグのルートですね。これがまず一個目考えなきゃいけないこと。次。それをクイヒで作っていくんですけども、クイヒの体力ですね。体力。要は、クイーンがやられちゃったら、終わっちゃいますんで、この体力の管理、どんだけの火力が集中するか、それもね、すごく重要です。で、さらには、まあ、1番と被るんですけども、まあ、1番があると、まあ、3番は大体こうね、コネクトしてくるんですが、ホグとクイーンの距離ですね。ちょっと書きにくいんで、カタカナにします。距離。このね、距離感がすごい大事です。要は、クイーンが単独で全然、遠くに行っちゃってたりすると、ホグライダーがね、当然集中砲火を食らっています。で、ホグライダーと隣接するように、並走するように、アーチャークイーンを歩かせることによって、まあ、クイヒーによるそのターゲットの厚めと、あとホグライダーに向いたターゲットに関しては、ヒールで回復していく。このね、うまいこと相乗効果を取っていくっていう、この3つをどういうふうに組み立てるかっていうのが、クイヒーホグの、非常にね、重要なポイントです。で、見ていってみましょうか、もう一回。この辺がね、このアヒカゼさんのアタック、すごく綺麗にできているというふうに思います。で、まあ、バスター、ウォールバスターなんかを使ってね、やる場合なんかっていうのも、まあ、あるはあるんですけども、今回、アヒカゼさんのこの場合っていうのは、全くね、ウォールバスターを使う必要がなかったですね。まあ、いい感じに、クイーンの目の前を阻む壁っていうのがないので、このね、小道、まあ、この小道ですよね。この小道に、クイーンを歩かせる、まあ、上ではね。なので、ウォールバスターとかそういうのは一切使わずに、もうクイーン短期で行ってますね。で、クイーンは、多くても施設に2個からのダメージなんですけども、その、まあ、2個からのダメージっても速攻でね、壊して進んでいるので、まあ、1.5 個ぐらいの施設からダメージを受けているようなもんですね。で、ここで、相手の援軍と掛け合いまして、
ここでね、ようやっと、施設3つからダメージを受けるような格好になってますが、まあ、すかさずね、レイジをかけて体力を回復していくあたり。やっぱまあ、秋風さん、さすが落ち着いてますね。全然、冷静にここは、援軍処理をこなしていって、で、この後、うまいことね、このアイスゴーレムが弾けて、ビーズ効果がこの後出るんですけども、まあ、出なかったら、もしかしたらで、フリーズをここで1個掴みていけなかったかもしれないですね。まあ、フリーズ2個残したんで、まあ、この辺は問題ないでしょう。で、フォークを出していきます。今見てもらったら分かる通り、フォークとアーチャークイーンの距離感、わかりますかね。フォークに、こう、並走するようにアーチャークイーンが歩いてますよね。例えばこのイーグル4、フォークライダーもアプローチができるけど、アーチャークイーンもアプローチができますよね。で、このクロスボウ、今、アーチャークイーンターゲットを取ってましたよね。例えば、クロークを解放したんで、ターゲットがアーチャークイーンから外れましたけども、こんな形でアチャクイがターゲットを取っていることによって、フォークのダメージっていうのを少しこう減らす効果を担ってますね。で、さらにアーチャークイーンが、フォークと隣接する効果っていうのは、こうやって、フォークライダーが寄り道しかねない防衛施設も、こうアーチャークイーンが壊していってくれますから、まあ、結果フォークはね、束になって進むことができるというわけですね。まあ、このフォークのね、ルート、まあ、今回で言ったら、ちっちゃくしますけども、フォークのルート、アーチャークイーンが、ここからこの辺をね、こう破壊してくれることによって、まあ、そこからさらにこう破壊していくんですけども、フォグライダーのルートっていうのが、こう、限定されますよね、ここに。この限定されるフォグライダーのルートを、アーチャークイーンで作るということ。で、さらに、アーチャークイーンの体力が、一気に削られないような、防衛施設の、まあ、距離感になっていること。さらには同じ距離感ですけども、フォグライダーとアーチャークイーンが並走するような格好が取れていること。この3つが綺麗に噛み合って全キャまで行くわけですね。まあ、この辺のプランっていうのが描けない時には下手にね、クイヒーホグやんない方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。それぞれがバラバラになっちゃった場合には機能は発揮しませんからね。で、もう1個見てもらいたいのはこれですね。涼太郎さん、ミスター涼太郎さんですね。安定の涼太郎さんです。ついにタウンホール12で、フル乾燥状態まで村を育ててきてるんですけども、同じくクイヒーホグで行ってます。どういうプランになってるかっていうと、涼太郎さんのプラン、ここをね、ババキンで処理しますね、キングで。で、ここをライドラですね、ライドラ。で、この辺から、ライドラ。で、ここから、アチャクを入れていくと、クイヒを入れていくっていう、まあ、そんな感じですね。結構綺麗に、カットが決まってます。まあ、この辺のね、ユニットの使い方っていうのも、マントリョウタロウさん、どういう風に流れるか、うまくね、計算してやってるのが、まあ、すごいですよね。で、今回はボールバスターを使ってます。壁をね、クイーンで、突破していかなきゃいけないんで、ボールブレーカーを使ってくればバスター使った方が安定ですね。で、さらに、すいません、乗せました。さらに、壁の中にね、ジャンプを使って入っていくので、そこでやっぱダメージが集中しますから、そっちでね、アイスゴーレムを入れて、クイーンの体力が削られすぎないように調整しますね。このね、クロスボウ3機が結構厄介なんですね。今のアイスゴーレムの働きがなかったら、おそらくフロークもっと早めに使わされていて、これホグライダーが合流してくる前に、クイーンの体力をね、削り切られてしまったんじゃないかなっていうふうに思います。で、今回もそうですよね。クイーンとホグライダーがこう、並走しますよね。クイーンがしっかりとホグライダーの壊すべき施設を壊して、で、そこにクイーン、ホグライダーが寄り道をしないような格好ができている。で、さらに、クイーンがね、一定期間、クロスボウのターゲットとかを切ってくれましたから、まあ、そういったダメージがホグライダーに向かない。まあ、この辺のね、お互いの、クイーンとホグライダーの仕事がうまく噛み合ってね、最後までこう全開を持っていくという格好になってますね。非常にこれもお見事なアタックでした。やっぱり安定感がありますね。両太郎さんって基本、無理な攻めっていうのはあんましない方なので、攻めた時にはね、大体、その、プランニングでミスらなければ、そんなね、作業上の大きなミスっていうのは、ほんとしない方ですね。クイヒー事故とか、あんまり見たことがないっていうか。なんでね、本当に今、プランニングが潰れてるんで、いろんな人が見てこう、参考になるアタックなんじゃないかなっていうふうに思います。真似ができそうですよね、本当に。さあではもう一回見てみましょうか。ですね、スタートのタイミング見てほしいんですが、次はね、どれくらいでフォークを出していくのかなっていうところですね。今、2分20秒ぐらいでスタートしましたね。
ポークを出す前、多分ね、1分ぐらいの感覚だと思うんですよ。で、まずは、ここですね、バーバリアンキングと、あとペッカで6時側、ライトニングドラゴンで9時側をカットして、で、ウォールバスターに続いて、アーチャークイーンを中にこう入れていくようなね、そんなようなプランニングになっています。こういうところもね、相手の、バーバリアンキング、レベルが本当65だったら、こんな簡単に突破できないので、まあそういったね、ユニットレベルのアドバンテージっていうのはあると思うんですけども、まあそのうちも綺麗にね、決まっている攻めなので、なんだ、これぐらいだったら、ユニットレベルの違いじゃないかと言わずにね、ぜひぜひ、よく参考にしてもらいたいというふうに思うんですが、これですよね。今、ババキンがやられているんですけども、フリーズ効果で、クロスボウが止まってます。なので、アーチャークイーンの体力が完全に回復してますよね。まあ、そうなってくれることによって、で、アーチャークイーンがね、ここしっかりと、クロスボウに、ターゲット取られても、一定期間延命できてますね。で、今、ホグライダー、出てきたの1分20秒ぐらいですね。やっぱり、約1分間ぐらいの、なんていうのかな、ヒーローパートというか、クイヒーパートを使って、残りの、2分間でホグを回していく。まあ、そのぐらいの時間感覚を持ってますね。良太郎さん。で、ここもそうですね。ホグライダーがばらけるタイミングでうまくフォーム。で、そこの間に相手のアーチャークイーンも自分の食い切れ処理していくと。フォームのタイミングは本当うまいですね。ばらける直前に使う。これ鉄則ですね。で、あとはアーチャークイーンとホグライダーがうまいことこう絡み合ってですね。お見事な展開だったんじゃないかなっていうふうに思います。さあどうでしょうかね。本日のお伝えしたいポイント、もう一回おさらいすると3つです。ホグライダーのルートを作れるようなアーチャークイーンの動かし方、まあ、クイヒーですね。の動かし方ができるかどうか。さらには、そのクイヒーが、やられないような、その火力調整ができるかどうか。やられちゃう場合には、今みたいにウォールバスターをね、先行させるなり、でその中にアイゴリを入れるなり、あとはバーバリアンキングとかでね、横打ちを減らすなりして、まあ、クイーンの、ね、体力の延命を図っていくっていうのが大事ですね。今回ヒーラー4体ですからね、よくこれでクイーン延命できたなっていうふうに今ちょっと思うとこもあるんですけども、まあ、その辺のダメージ調整っていうのはやっぱうまかったですね。で、最後、クイーンと、あとは、ホグライダーの距離感。これがある程度、隣接しながら並走できるようなプランを描いていく。これがね、クイヒホグを回す上で非常に重要です。今言ってる3つ目、ちょっとわかりやすく言うと、クイヒをこう歩かせて、まあ、クイーンがここにいる状態で、ホグがこんな風に回るようなルート。これはダメですね。ダメです。今回の両太郎さんのタックっていうのは、ホグがこういう風に回ってきましたよね。だから、ここで合流できたんですね。こういう、やっぱり合流の絵を描くっていうのも非常に大事なんで、この辺はね、クイヒホグをする場合には、二つの舞台なんですけども、ちゃんと絡み合わせるっていうことを忘れずに、使ってもらったらきっとうまくいくんじゃないかなっていうふうに思います。はい、というところで本日は失礼しますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、皆さん、関西クラクラクラブにも遊びに来てもらえたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。では失礼します。バイバイ。